インターネットをご覧の皆様、こんにちは。おっさんですが、ヤングです。今日も高田の馬場の路地裏より愛とユーモアを込めつつも、ネチケットに気をつけながら頑張ります。キラリね、ということで、今日はですね、ゲストの方おいでいただいております。もう行きがかり上みたいなことなんですけどもガイドワークスでいろいろやられております清本さんです。なんか言った方がいいですか、なんか折り術とかそういうのいろいろで、いろいろでさっきまで打ち合わせしてたんです、はい、清本さんと。だから今日なんでこんな急に YouTube 撮ることになったか知ってる？知らないです。知らないでしょ。視聴率というか再生数捨てに来たなと思ってます。いや、だ昨日もっと捨てるやつを撮るわけで、昨日ね、くら寿司でビックラポンの動画を撮ろうって言って、なるほど、やれますよビックラポンって言って、やって意気揚々として、はい、GoPro とか置いてやってたら、はい、速攻店員が来て、はい、動画の撮影ご遠慮いただいてますって言われて4人で60皿食べて帰ってきただけだけ。なるほど。本当行きがかり上のやつです、はいね、超ついでってことですか。そうですそうです、本当そうです。よろしくお願いします。ね、まあ、ということでね、改めましてピオモさんにおいでいただいてますけども、はい、まあ、ここいろいろ出てますけど、はい、実はね、ガイドワークス社、しかも折り術スロ術限定と言ってもいいですけど、限定なのかな。で、まあ、でガイドにだって出演とかまあ来ないし、まあ、DVD の制作も来ないんで、ね、ガイドはね、本誌の本丸の方はコアからのし上がってきた方のそうっすね、もともとエロ本会社で働いておりました。なあ、折り術スロ術では弊社は大変お世話になってるんでっていう、だからあれよ、だから地獄マックスね、はい、これですね。そうですそうです、とても評判が良くて、はいはい、まあ、再生数はまあぼちぼちって感じなんですけども、コメントの数とかね、すごい好意的なコメントがいっぱいいただいてやって、これはもともとそのね、やっぱピオの企画というかピオの元で やったやつじゃない。そうですね、まあ企画コンセプトは僕で、まあ、ただ動画に関してはほぼヤングさんとか丸投げというか、はいはいはい、お願いしますっていうので、うんうんうん、側だけ作って、うん、まあ、あとは宿用のやつね、相撲の八百長みたいな感じで決まり手はこっちで決めるからみたいな。まあ、ヤングさんとかそういう風にお願いしても通用する制作会社さんで、ね、ありがとうございます、はい、お任せしますっていうパターン ね、いけるパターン、妙に燃えるやつらがいっぱいいましたから今回に関しては、ね、都心さんとね、まあ、あと森こけさんの使い方すごい面白かった、ね、私はハンマーになりたい、私はハンマーになりたい、飛び道具ですから、本当に森こけちゃん。でも逆に言えば、うん、必勝ガイドでもこの森こけさんの使い方できないですよ、正直。やっぱ料理人の料理の仕方によるわけじゃないですか。同じ卵作ってても卵焼きにもなるし、ね、目玉焼きにもなるし、ガイドが卵焼き作るとしたら、まあ、ゼイドンノーさんは何でしょう、何だろう、とんでもないものを作ったってことですよ。いや、ちょ俺うちが森こけちゃん作ったわけじゃないから。でも森こけちゃん元から森こけちゃん、あんな森こけさん俺初めて見ました、ね、そうですか、ね、森こけちゃん好きなんですよ。でもああ見えてまたパチンコパチスロ大好きだし、ね、そうですね、今も真面目に打ってるし、ね、はい、僕も大久保でよく会いますよ、ね、そうでしょ、はい、地元ですからね、ピーヨはだから、はい、エロ本会社に入ったわけじゃないですか。そうですね、エロ本会社に入った。エロ本会社に入って、パチンコパチスロ雑誌を、まあ、立ち上げたのはピーヨじゃなかったかもしれないけど、はい、DVD をつけたのはピーヨやろ。そうですね、まあ、その流れもいろいろありまして、もともとはね、その、まあ、白夜書房と同じグループだったんですよ、コアマガジンで、エロ本会社も、うんうんうん、で、まあ、コアからもパチンコ雑誌出したいみたいな話があって、うんうんうん、まあ、スエイさんがね、当時の、うん、まあ、いいんじゃないのみたいな感じで、いやだってそれで言ったらさ、はい、そのだインチキ攻略のさ、今言わないようにしたんだよ。そうなの。そうそう、でもガイドはね、もけらああいうボーダーで正統派でやってるから、はい、じゃあエロ本会社でやればいいんじゃないのみたいな感じを、生産がひょうひょうとした感じで言ったって噂ですよ。噂ですよ。あくまでね、その後僕はだからインチキ攻略反対みたいな広告に生産出てびっくりしたんですよ。本当にマジみたいな感じで。そこがでも良さじゃないですか。まあでも最初は確かに、まあね、今でいうあんまり良くない攻略がね、うん、出たんですけど、うんうん、そんなこんなで、だからでも DVD つけたのは、まあでもピオちゃんの発、そうですね、はい、発明じゃないですか、はい、ぶち当てたわけじゃないですか。でそれに続いてスロ術も立ち上げてっていうので、はい、ただまあガッチャンコしちゃったからね、ガイドワークスが、ね、はい、とある事件をきっかけに、とある事件をきっかけにね、本当不思議な事件があったんですよ。
パチンコ雑誌を出してる出版社って全部エロ本なんですよ、もと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 そうですね、もともとエロ本出してるところが、はい、手っ取り金になるもんないかなみたいなところもあるわけじゃないですか、うん、その出版社の、ね、三流出版社の世界ではもうそれで生きてる人たちじゃないですか、うん、それが図らずしもだからエロ本で言ったら、うん、まあモザイクとかさ、はい、エロの薄さ、大崎さんが力説してたけどさ、うん、モザイクの薄い濃いと社交心は一緒だって、でも一緒かもしれない、常に警察とそのせめぎ合いをやってるのは、うんね、はい、消しの薄さ濃さと社交性は全く一緒やっていう、うん、だからエロ本出版社がパチンコ雑誌出してるのはこれ当然の断りやっていう、まあそうですね、そうなんですよ、ね、まあ、あの白夜消防ももともとはセルフ出版ってね、そうですよ、そうです、エロい本出してて、要するに自販機のエロ本作ってるところですよ、そのスウェイさんからしてね、はい、うん、でいろいろ発金とか食らってたのに、うん、パチンコ視聴ガイドでやっぱバーンと伸びたんで、うんうん、急にその綺麗な本しか置かなくなったみたいな、いや本当本当もう、はい、どういうつもりだっていうな、本当よどんだ部分があのなんか別のビルに閉じ込められたみたいな、汚れを全部押し付けるわけでしょ、コアに、そうそうそう、うちはちゃんとした出版社でございますって言って、そうそうそう、薄汚れたところを全部コアにってコアマガジンで有名だとブブカっていうね、はい、ゴシップアイドル誌、はい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 、ゴシップ誌の時はコアマガジンにあったのに、うん、なんかアイドルとかで乃木坂とかやりだした、いやあの変節すごかったよね、そうです、いつの間にか白夜消防に移ってた、あのパンチラとか乳首チラばっかりやっとったくせにいつの間にかインタビュー記事とか載るようになってさ、僕もよくやってました、あの美少女制服美少女アイドルのグっていうページやってまあ、エロ本はもうはっきり言ってほぼ死を迎えたわけじゃないですか、まあ そうですね、うん、それを殺したのはもちろんインターネットに他ならないんですけど、はい、うん、パチンコ雑誌ももうその余波を受けまくってるっていう、はい、まあ今日この頃、うん、はっきり言って雑誌なんてね社用なわけじゃない、うん、いやもうそれは徐々うちの会社でも言われてますね、はい、こっから右肩上がりになるような産業というかビジネスではなくて、いかに下がる角度を緩やかにするかっていうことに不信してる、そうですね、はい、その中でまたねこれピオが当てたかどうか知らんけど、今だからパチンコ雑誌何で売れてるかって、まあ、DVD はもちろんですけど、はい、女子ライターのグラビアじゃないですか、そうですね、グラビア結構言ってます、でもうちの班からですよグラビアも実は、そうやろ、そうです、はい、ね、グラビアはでも最初はやっぱちょっとやけくそでしたけどね、うん、やけくそでやってみたら漫画誌でやり始めたんですよ、うんうんうん、で漫画ってよくそのサンデーとかマガジンとか全部スピリッツとかそうです、ヤンマガもそうやんな、はい、グラビアじゃないですか、はいはいはい、けどもう言うても人気の女子ライターさんたちも妙齢というか、うん、割とあのなんでしょう、うん、スナックが似合う男の子、いや分かります、そのなんか全然、はい、普通にやってる感じで30代半ばが普通ですもんね、はい、で週刊ポストで、確かパチンコパチスロのグラビアをね、川原さんとか正成さんとかやってたロックンロールで散々大崎さんとさ、はい、ははーんって見てた、あの時はまだ僕らもさすがにないんじゃないの、あ、はい、でポストさんも第2弾なかったですし、ああダメだったんじゃないのって思ってたんです、別にアンケートも売り上げもそんな大して影響力なかったのかなと思ったんですけど、まあでも漫画誌だから一回ものは試しに、うん、女子ライターボーンと置いてグラビアとも撮ってみようか、うん、半分シャレでみたいな感じでやったら割とポーンと跳ねたんや、うちの会社のいいところでも悪いところでもあるんですけど、一回跳ねるとみんな真似るんですよ、あのもうあのなくなるまで擦り倒すじゃんか、早いですよ、おうおうおう、消化が、おうおうおう、でも鉱脈見つけたってではなったわけでしょ、でもねだからみんな少しでも売りたいんで売れてる方を真似するんですよ、おうおう、だいたいおっぱいは川原さん、足は正成さん、そう、はい、やっぱ究極のもう来たわけじゃないですか、今ちょうど最終ね出してますけど、はい、これねいいですよね、なあ、うん、すごいでこれ、いやでもライターさんだから写真集出せる、まあ当然売れてるから出せてるわけで、うんうんうん、利益になる写真集を出せたっていうのはすごく大きいことかなと思います。だってやっぱね、なんだかんだ言ってでかいもん、おっぱい俺食い入るように見てしまいましたけど、うわーチラ見せしましょうか、チラ見ちょっとだけですよねえ、これもうこれね、あららららららら、結構、あ、俺まだ見てないんですけど、これはニューのリーンが出てないんですか、それはね多分出てないと思うんですよ、出ててもおかしくないの、そうそうそう、だからね巧妙にね出てるのもあるんですかお前かいや本当はこういうやつは大体出てるんですよ、はみ出しちゃうから、週のせいがやっぱね、あのやっぱね、うん、アドビーはすごいですよこれ、はい、さん、あ、攻めてますね、マジで、俺初めてだからね、だからまあでもグラビアってすげえなって言って、うん、まあ半分笑いながら大崎さんと言ってんだけど、はい、でもまあマガジンはなくなってんすよもうね、
あのラージな声で言えることじゃないかもしらんけど必勝本だって風船の灯火なんですよ、もう多分やで、うん、でそんな中やっぱ一番ね、だガイドワークスって言ったって2ウェイあるからね、ガイド本誌と、いや折り術プロ術と、 ね、はい、それで元気にまだ観光物ねアホほど出してるのはこっちだけなんで、いくら下がり目とはいえね、必勝本とかねマガジンの話もしましたけど、今やそのなんていうんですか、あぶれたとか言ったらあれかもしらんけど、最終受け入れ地にみたいにもなってて、ひらやまんはおるわ、ね、もうポコミ改め夏美はおるわ、琵琶湖もいればみたいなさ、はい、全部ここにさやっぱ流れ着いたのここやみたいな感あるじゃないですか、うん、だって、うん、なおもちくん改め山田桃太郎までな、性別あやふや枠でたどり着いとるし、うん、ね、うん、山田桃太郎はでもちょっとね意外でしたけどね、すごい評判が良かったんです、うちのライターから。あいつ打ってるもん、うん、そうなんですよ、しかもねいいのがやっぱパチンコでも勝ってるんで、うん、そうそうそう、ね、上手やもん ね、 そうそう、だからやっぱ間が上がりだけあってさ、だからこうなんだろう、あのまあ変な話お金してないんですよ、うんうんうん、だからこういう仕事なんだけど君の知識を生かしたページ作りたいんだけどって言ったら、うん、全然いいですよって言ってくれるのがギャラで受ける受けないは言わないやつ、ね、そうそうそう、うん、だからね、うんうん、あの人とか言うわけじゃんですよね。誰やろ、え誰だから、でもそのガイドワークス的にはでもまあこれでのした会社だし、はい、こすり倒してもう無理だってなるまではやるわけでしょ。そうですね、まあ、グラビアがっていうわけでもないですけど、まあ、パチンコ雑誌パチスロ雑誌自体は、うん、売れる限りはやります、ね、うんうん、まあ、幸いにしてまだ全然黒字なので、うん、あのまあ、ちょっとねさすがに数を減らさなきゃいけないんじゃないかと、今のパチスロ部門を見ると、うん、まあ、パチスロ雑誌はやっぱ出しづらいじゃないですか、うんうんうん、もうちょっとねお客さん戻ってくるのだから今、ね、その6号機の低調な気味なことが大きくあるけど、はい、ライターがね、まあ、これ、まあ、しょうがない面があるのはよくわかるけど、6号機打たなすぎやね。そうですね、うん、でそれはわかるよ、4や5の凄さを知ってたらさ、こんなのつまんないってなって打ちたくないのもわかるけど、それが余計拍車をかけてるじゃない。だから頑張ってそのつまんない、人気がない、球が出ないって言われてる6号機の楽しみ方みたいなのを提示するのがライターの本文じゃないのって思ったりもするんだけど、なかなかそういう状況にもなってないし。ヤンさん好きっすよね。俺はだから何回も言ってっけど、うん、その7時8時に仕事終わって天井まで打って、まあ、100% AT 入るんだったら AT やる終わるまで、バイオハザードみたいになったら入るか入らんかまでやる一連がちょうどいいの。その2時間ぐらいしか打たないんだから、合うんで、そうそうそう、その自分のスタイルに合ってるからやってるだけであるっていうのはあるけどね。昨日一昨日ですかね、ヤングさん国際で会ったんですけど、うんうんうん、すごいこうヤングさんが偉そうにね、うん、言うなり言ってるんですけど、うん、これもうすぐ U タイムやねんってシャカラッシュ打ってて560ぐらいの、いやシャカラッシュ U タイムないっすよっつってほんまみたいな感じであれな、あれに理由があってすげえこう理由があるんですか。いや面白くて打ってたんだけど、はい、違うのよ、あのね、その国際の問題があって、はいはい、隣春一番、そうですね、春一番で、春一番の機種カードと、はい、シャカラッシュが、まあ、同じあの間のやつに入ってんの、はい、番で、はい、で俺がバッて見て、はい、でそう、ほら599やんみたいな春一番のやつ春一番って書いてませんっつってこの人相変わらず面白いなと思ってましたけど、あでもヤングさんでもそのぐらいパチンコパチスロ好きなのはでもすごい感じます。遭遇率やっぱ高いですね本当に、うん、そうね、うん、だけどそれもだ今一人暮らしだからっていうのもあるんだよ。ああ、うん、まあそうっすね、特段することないですから、うん、ケバブ食ったらもうあと寝るだけですそうやけども、ねね、そう本当に一見俺なんか悲しくなってたいやまあでもね、今後もまあこの感じでやれるとこまでやるわけで、やれるとこまでやります、いけるとこまで行くわけでしょ、はい、だから俺ね一個お願いがあって、はいはい、ピオちゃんに、ええ、こういうさ、もう昔やったっていうか、これはそんな比較的あれですけど、はい、こういうやつの中でさ、はいはい、ちょっと面白どころとかあったりするじゃんか、それ抜いて YouTube で流したりしてくれる。全然僕の権限で大丈夫だと思うヤングさんがちょっとコメントとかつけてくれればもちろんですよ、結構オリジナル動画に。いや、あのやるときは絶対大崎さんとやるから。ああ、全然その2人でやってるから、はい、まあ大体おおむね好き勝手やっていただいてます。はいはい、多分なんでしょう、御社にねいろいろお仕事お願いするのになるんで、まあ、どうせこううまく告知とか絡めてくれるんだろうなと思ってるんで、はい、
賢いな、そこでね、さすがやな、ほんとね。じゃあ今後ともよろしくお願いします。死ぬまでお付き合いさせてください、はい、ぜひよろしくお願いします、ね、ことでね、今回は、ピオ元編集長おいでいただきました、はい、今回この辺でお別れでございます。ありがとうございました。失礼します。今回も最後までご覧いただきありがとうございます。よろしければチャンネル登録お願いいたします。面白かったらいいねボタンもお願いします。社員一同の命運がかかっております。ぜひまた見てください。